何ですかね、こうまさにその時その場で起きる出来事あるいは事件としての、即興というものを先ほども言った言葉で言うとプログラミング的に引き起こすということがどれほど不可能なことであるのかということを延々論じた挙句にですね、まだ可能性があるとしたら反復の方にしかないのではないかというのが後半出てくる話題なんですね。むしろ、つまり何ですかね、こう耐えざる変化を耐えざる際の、算出というものをプログラム的に形成しようと思うとどうしても、無理が生じるので、それ問題を全く逆さまにしてむしろひたすら繰り返す、ひたすら同じことをやるということの方の不可能性としての際というものに注目するというのが、即興のコンセプションの方の、まあ、結論のようなものだったんですね。でこの、連載の最後ですね、演劇の話、ダンスの話になって、まあ、ある同じ動作をひたすら繰り返し続けるようなタイプの、身体的な挙動の中に、むしろ、本人が意図せざるような部分も含めての一種の誤差的なあの形での差異が出てくる。でそういった差異の部分というのが、むしろ、予期せざるものではないか、意図せざるものではないかというような、まあ、論旨になっているんですね。でそこでまあ終わってます。でこれも今初めてですね、この本に関して言うことですけども、僕ははっきり言ってですね、この結論に非常に不満なんですね、自分自身では。この結論は一つの答え方ではあるけれども、まだ他に答え方があるはずだ、まだ答えがあるはずだというふうに思っているんです。でそれはまさに先ほど言った驚くべきことはいかにして起こるのかといったときに、驚くべきことをひたすら引き起こし続けるということは不可能だということを証明しているようにこの本は見えるけれども、本当はそれはがもし起こせるのであれば起こせる方法を知りたいというのが一番最初の動機なんですね。でところがそれはやっぱり非常に難しいわけです。僕は基本的に音楽だけじゃなくてですね、まあ、驚くべきことはいかに起こるのかというふうに書いてますけども、驚きたい人間なんですね。驚きたくて、驚かされたい、人間であるわけです。でこれはすごく素朴な、例えば、好奇心とかですね、そういった言葉で呼んでも